はい、私は今能登町の港町にいます。私の後ろでは家屋が倒れていて道が通れなくなってしまっています。その横を流れる川の中には車が川の中に突っ込んでしまっています。震災から11日目を迎えました。復興のめどは立っていませんが、それでも被災者たちは少しずつ日常を取り戻そうとしています。能登町はイカの漁が盛んで、イカの町として全国に PR してきましたが、その漁ができるかどうかの見通しは立っていません。そんな中、今日現地で働くインドネシア出身の技能実習生たちが冷凍イカを運ぶ作業を行っていました。技能実習生たちは仕事がなくなるかもしれないという不安の中にありましたが、今日の作業で漁の再開に向けて前向きな兆しが見えたと喜んでいました。また休校となっていた町内の中学校では日常を取り戻すために学校で勉強ができる時間が1時間だけ設けられました。今日は全校生徒31人のおよそ半数が登校、久しぶりに友達と再会していました。中学1年生の女子生徒は、学校で勉強していると普段な感じがして落ち着く、明日も来週月曜日も来たいですと話していました。その一方で、この中学校の体育館では今もなお避難所として数十人が生活しています。岸田総理は今日、災害関連死を防ぐために自宅の復旧や仮設住宅が整うまでの間は高齢者などを中心に二次避難所への避難を検討するよう呼びかけましたが、森さん、現場では二次避難進んでいるんでしょうか。はい、二次避難についてはなかなか進んでいないように感じられます。町内の避難所で話を聞くと、ある高齢の女性は80年暮らしていたこの地域から離れたくないと話していました。また別の高齢の男性は、自宅の復旧のめども立っていないのに放っていって帰ってきた後が心配だと話していました。能登町などでは今日夜から雨が降り始め、明日にかけて強まり、警報級の大雨となる恐れがあります。また週末にかけて雪が強まるところもありそうです。二次災害の危険が高まっている中、被災者一人一人の事情や心情に寄り添いながら二次避難を迅速に進める必要があると感じています。以上、能登町から中継でした。はい、森記者でした。高齢者の方々はやはりこう自宅から離れる二次避難、神崎さん、抵抗があるようでしたけれども、もちろんふるさとですから、そういった気持ちが生まれるというのは理解できますよね。そうですね、うん、それ以外にあとやはり、まあ、その避難にハードルになっているというのはやっぱりですね、こういう、まあ、地方ですとやっぱご近所、慣れ親しんだ近所の人とやっぱりずっと今一緒の避難所にいてて、まあ、それで安心するということはあると思うんですね。ですから、まあ、近所の人が皆さん一緒にですね、例えば同じ、町の同じ旅館とか、うん、同じ町の同じホテルに避難すると、要は近所のコミュニティごと丸々、まあ、避難するというようなことであればですね、少し、まあ、その避難のハードルは下がるのかなというふうに思うんですね。そういった配慮ってできるものなんでしょうか。実は東日本大震災の時に市町村ごとなんですけども、市町村ごとに、どこの町に避難するとか、どこどこの温泉街に避難するということを決めて、まあ、うまくいったケースもあるんですよね。そういった形で、まあ、近所の人が丸ごとですね、まあ、一つ、動いていって、その地域のコミュニティを保ったまま、二次避難所で暮らすということであれば、まあ、少し行こうかなと思う人は出てくるのかなと思いますけどね。安心につながってきますよね。うん、改めてですが、災害関連死をこれ以上増やさないために、高齢者の方などには避難所から 1.5 次避難所、これにはプライベートスペースもあります。そして二次避難所、ホテルや旅館などですね、政府は1万人を分を確保する見通しを立てています。でもちろん体調悪化の背景というのがあります。避難生活の肉体的精神的負担が 52.7% と最多だというデータもあります。でそれぞれこう事情が異なると思うんですけど、やはり命を守るためには、菊池さん、可能な方はこういった避難を検討していただきたいですよね。そうですね、なるべくまず生活上、例えばトイレの問題とか食事の問題とか、その寒さの問題とかですね、そういう肉体的なところを少しでもそのストレスを軽減させてあげるっていうのは必要なんだと思いますけどね。今でも神崎さんおっしゃったような、その今度精神的な問題ですよね。はい、
それのケアも大変必要なんだろうなと思いますね。いずれにしろその早くなるべくスピード感を持ってですね、物的な支援を政府にもしていただきたいですね。時間が経過するにつれて災害関連死の恐れも高まりますからね、はい、二次避難の受け入れは政府が主導していますが、民間でも受け入れに向けて動きが進んでいるようです。大阪でも手を挙げたところがありますので取材しました。大阪吹田市にあるシェアハウス、スイマール。ここを運営する大竹さん一家のほか、子育て中の親子、ホームステイ中の外国人が共同生活をしています。この部屋は、貸せるお部屋です。大竹さんは、能登半島地震の被災者のために、6畳の一部屋を提供することに決めました。ここになんかフリーレンタル服があって、まあ、なんかあんまり服多分その持ってこないと思うので。今月と来月については家賃と食費が無料です。できるだけ今までと同じなんだ生活スタイルを取り戻せるように、その他の人を意識せず、まあ、過ごせた方がいいのかなと。受け入れを決めたのは、東日本大震災でボランティアをしたとき、現地でできることに限界を感じたからです。めっちゃ何かしてるっていう実感もあんまり持てないまま、今回その部屋、受け入れできる人を探してますみたいなのを見て、部屋がある、ようやく受け入れできるっていうふうに思って、でそれですぐ手を挙げたっていうのが、なんか一つ目の理由で。大竹さんは、被災者と全国のシェアハウスやホストファミリーをつなぐサイトで入居者を募集しています。このサイトを作った発起人は、30組ほどの方が全国から、はい、受け入れを希望してくださっています。受け入れの、まあ、民宿や旅館ホテルの方も、まあ、経営が困難になってしまうというところで受け入れはできないというような判断をされる方もまあ、いらっしゃるということで、ニーズは増えていくと思います。大竹さんのシェアハウスでは、子どもが楽しめるようジャングルジムやおもちゃも用意してあります。我が家がなんか幸いなんか一応騒いでも今のところクレームが来てないのでなんでまあなんか安心して、まあ、騒いだりこの子育てっていうものもできる場所として、まあ、気にせず過ごしてくださいっていう感じですかね。うん、快適に過ごすことだけじゃなくて、こうやっておもちゃがあったりだとか、うん、こうぬくもりをね、犬山さん感じますよね。本当ですね、うん、ボランティア行ってそこからねこうやってまた受け入れをしようって思われたっていう、その若い方がねこういうふうになんか行動されてるのは本当に頼もしいなと思いますし、うん、なんかそのウェルカムな空気で、ほっとなんか心もほっとできそうですよね、うんうんうん、本当にぬくもりをこう前面に感じるような、ねうん、お方でした。受け入れだけではなくて他にも関西からできる支援があるのでご紹介をさせてください。被災地へのふるさと納税なんですが、中でも注目は代理寄付というものなんです。例えば石川県の珠洲市に寄付をしたいというときに直接寄付をするのではなく、大阪の松原市が受け付けている代理寄付というものを使って寄付することができるんですね。でここに手数料などは発生しませんので、松原市は完全にボランティアで仲介をしてくれるということなんです。このメリットとして、被災地の自治体がただでさえ大変な中で受領書の発行などに忙殺されるのを防いでくれる、災害対応に専念できるということなんですね。で現在ふるさとチョイスではこちら 9.9 億円の寄付が集まっているんですが、なんとそのうちの7.6 億円がすでに代理寄付だということで、割合にしてみると7、8割近くかなり高いですよ ね、 ねみんなちゃんとこうやっていろんな方法で寄付を、ね、なさってね、やっぱ寄付ってね、はい、一番ダイレクトに、ね、支援につながるやり方なので素晴らしいですね、はい、そうですよね、ぜひ寄付をお考えの方は代理寄付もご利用ください。そしてさらにですね、こちら食べて買って関西からでもできる支援があるようなんです。阪急百貨店で石川物産展が開幕、生中継でお伝えします。
ここまで被災地への支援についてお伝えしてきましたが、大阪梅田の阪急百貨店では石川県の物産展が開催されています。中継です、坂本さん、お願いします。阪急梅田本店の9階に来ています。今日ここで、金沢加賀能登店が始まりました。まあたくさんの方がいらっしゃってるんですね。これはですね、震災があったから行われているわけではなくて、もともと大人気の毎年開かれているイベントでして、今年で39回目だそうです。石川県のさまざまな伝統工芸品ですとか、あとは食品などが、ね、並ぶイベントです。ちょっと見ていきます。早速ここには和菓子が、ね、並んでいたりとか、ね、ご紹介したかったのがこのプレミアム紅ズワイガニ坊主。美味しそう。これを紹介したかったんですが、はいはい、5時からですね、売り始めて3分で売り切れちゃって今物がありません。先ほどまでここに長蛇の列がバーッとできてたんですが、もうあっという間に売り切れて、スピード感。でもここに今ある、あるある、ちょっとだけ今一つだけ置いてある。早速用かな、これは食べるよとか売ってほしい、売ってほしい。誰かの分かもしれない。次、美味しそう。そう、今度見て楽しいんですよ。こちらはね、リンゴ飴、これも美味しそうじゃないですか。女性ね、こういうのね大好きだと思うんですが、もう金箔、すごい、金箔ね、美味しくなってますよね。ちょうどこちらで今作ってるところをね、あります。犬山さん、やっぱりこういうのも見られるのも物産展来ると楽しいですよ ね。こんな風に作ってるんだって見ながら、これ子供と一緒に来ても楽しいんですよね。あ、そうですね、お子さんと来たら、ね、はい、絶対楽しいですよね。夕方になってね、やっぱどんどん人が増えている感じがします。こちらも大変美味しそうなんですが、当初ですね、まあ、お伝えしてますように震災がありましたんで、このイベントを開くかどうかっていうことも阪急百貨店としてどうかなと考えた時期もあったそうなんですが、このお店の皆さんがですね、ぜひ開催をしてほしいということで今回開催に至ったということです。で、売上の 3% を石川県に寄付することになっておるんで、まあ皆さんもね、これをきっかけに何かエールを送ることができればとお客さんの皆さんも話していらっしゃいました。で、今食品のエリアを抜けまして、これから伝統工芸品のエリアに移っていくんですけれども、とはいえですね、本来、まあ、80のお店が来るはずが70しか今なくてですね、10のお店はやっぱり震災で影響を受けてこちらにお店を出すことができていないそうなんですね。ですから、そういった来られなかった分のね、お店の思いも背負って今回出店してらっしゃるところをご紹介したいと思います。こちらの山崎朝織物工房さんなんですが、能登上布とあります。上布というのはですね、朝織物の上等なものを言うそうで、能登上布唯一の国内での織物だそうです。で、石川県の無形文化財にも指定されているそうで、もう上品な、ね、織物がたくさん並んでるんですけれども、例えば菊池先生、176万円の織物です。これもう型紙がもう存在しなくて二度と作ることができないものだそうです。で、他のものも今から作ろうと思ったらまた1年とか2年とかかかるものだそうで、とても貴重なものになります。今日はですね、こちら、山崎朝織物工房さんの久世さんにお話を伺います。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらどうぞ。お願いします。はい、はい、なんかやっぱり被災されてお店もだいぶ大変な状況だったとお伺いしましたけど、はい、そうなんですか。はい、私白衣の工房の方にちょうど向かっている最中に大きな揺れを感じまして、で、工房に着きましたら本当にショールーム、他物のショールームとかの窓ガラスがやっぱ割れてたりとか、玄関の石垣が倒れてたりとか、あとは隣接してる工房の方の2階が、糸をかける装置とかが全部倒れてしまいまして、本当に今までない被害でしてびっくりしました。装置とかもやっぱりすごい貴重な、ね、はい、ものだと思うんですけれども、はい、そこらの被害とか復活は大丈夫そうなんですか。そうですね、もう本当にうち唯一のやっぱ織元ってことで、はい、本当にもう倒れた装置を見たときは、もう今後代々祖父から受け継いでる技術を守れるかっていうことが本当に心配になったんですけど、うん、昨日からの職人が集まってくれて、ほぼ復旧できそうというところで本当に安堵してます。はい、まだまだ、ね、大変な状況であると思うんですけれども、はいはい、まあ、今回、ね、どんな思いで出展されたんですか。はい、そうですね、もう
当日元旦終わってからも本当に毎日のように本当に大きな余震が続きまして、うんうん、私たちのやっぱり田物のショールームの方がやっぱ築85年って本当に古い建物でして、まあ、揺れるたびにこの建物が持つのかとか本当に商品を無事出せるかってそのことが本当に気がかりやったんですけど、うん、本当に無事出せてこうやって関西のお客様に、うん、応援のお声もたくさんいただいてたんで、うん、本当に無事出れて本当に良かったと思ってます。今ありました、ね、はい、関西の皆さん、ね、今日たくさんいらっしゃってますけど、はい、何か伝えたいこととかあれば、はい、あ、そうですね、本当に能登の復興はもう大変時間がかかると、うん、思います、うん、で、まあ、自社も本当に一軒だけのリモートということでやっぱりそれも守りたいということもありますし、うん、同じ能登の方言の輪島塗とか鈴焼きとか本当に能登自体の復興ということをやっぱり支援していただきたいなと思ってます。で皆様にやっぱりお手に取って、うん、今回売り上げの方も寄付っていうふうに聞いてますので皆さんに一人でも多くの方にお手に取っていただければと思います。さまざまな、ね、本当に支援の形があると思いますので今月の17日までこのイベント開かれてますのでぜひ皆さんいらしてください。久世さんにお話を伺いました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。坂本さんでした。本当にこういろいろな方の思いが詰まった物産展、菊池先生、平日にもかかわらずすごくにぎわっていますね。私も行きたいですね。今ちょっと、ね、出ましたけどね、すみません、鈴焼き、はい、私毎晩ビール飲むときにはこの鈴焼きのね、ちょっとザラザラしたこの表面がね、ビールをねクリーミーにしてくれるこの鈴焼きうまい。皆さんもねこれ鈴焼きでねビール飲んでください。それからね塩田揚げ浜式のね塩っていうのがあってね、はい、美味しい塩がね日本古いやり方で、ね、作ってる塩がありますんでね、これももし物産展なんかあったらね買っていただきたいと思います。もう想像ができるような食リポありがとうございます。本当にね物産展がにぎわうことで支援の輪が広がってほしいなと思います。ここで募金のお知らせです。能登半島地震による被害を受けて富士ネットワークでは被害に遭った方々の支援のためサザエさん募金を受け付けています。募金は日本赤十字社を通じて被災者へ送られます。振込先はご覧の口座です。インターネットで検索していただければこちらの口座番号など確認いただけます。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。